写真拡大。ソフトバンクの松田仙浩内野手が20日、アジア自主トレが終了したことを自身のインスタグラムで報告。記念写真に写っている選手たちを見たファンから豪華メンバーとの声が上がっている。松田は毎年1月、母校のアジア大で合同自主トレを行っている。今年も多くの選手たちが集結した様子で、インスタグラムではアジア自主トレ終了と報告。一枚の写真を公開した。前列には、昨季のパリーグ MVP 本塁打王の山川穂高、正捕手の森友哉捕手、若手の山田遥楓とリーグ王者の西武トリオが揃い、後列に松田、2017年首位打者の DeNA 宮崎敏郎、アジア大の後輩の阪神板山雄太郎が並ぶ。充実した自主トレだったようで、松田は爽やかな笑みを浮かべている。この投稿にフォロワーも大喜び。熱男と獅子男じゃないですか。お疲れ様でした。熱男、穂高さん、笑み、お疲れ様です。プーさんもいる笑み、めっちゃ素敵な組み合わせですね。豪華メンバーですね。和を素敵なメンバーなどと好意的なコメントが寄せられた。今季もソフトバンクと西武が優勝を争うのか、それとも違う球団が壁として立ちはだかるのか。自主トレで体を鍛え上げる選手たちのシーズンでの激突にも大きな注目が集まる。フルカウント編集部。